ハウは、イブラヒムは、ナイジェリアの弁護士、人権擁護活動家。これまで貫通罪に問われ、シャリーア法廷で石打ちによる死刑判決を言い渡された女性を含む150件以上の訴訟を無償で引き受けるなどして、その功績を称えられ、思想の自由のためのサハロフ賞、イタリア共和国功労勲章代わり入れ、パリシメイヨ市民の称号等を贈られた。ハウは、 イブラヒムは1968年1月20日、ボルノ州の人口2から3000人程度の村ゴンベのムスリムの家庭に生まれた。父はムッラーであった。現地の監修では、女性は通常初等教育のみ受け、12から13歳で結婚の準備をするが、母は教養のある家庭の出身であり、イブラヒムの姉は初めて中等教育を受けた女性の一人であった。しかし、 中等教育を終えたら、17から18歳で、結婚しなければならないと言われ、これに従って結婚した。イブラヒム家では二人目の娘に教育を受けさせる、経済的な余裕がなく、多少の蓄えはあってもこれは慣習に従って、女性の家族が負担する、持参金代わりの、皿、スプーン、鍋などのためであったため、彼女はすでに小学生の時から学費を得るために、 植物の根を採集して売り歩いた。自生植物、落花生、その他売れるものは何でも採集して売り歩いたという。イブラヒムは、ジョス大学で、法学学士号及び、国際法と外交の修士号、ナイジェリア法科大学院で、法学学士号を受けた後、アメリカン大学ワシントンカレッジオブローで、法学修士号を取得した。大学の同級生と結婚。 離婚後に建設業を営む男性と再婚し、この男性の援助を得て1996年、アブジャにアリエス法律事務所を設立した。現在、シニアパートナーを務めている。イブラヒムには、息子が2人ある。シャリアを導入していないシューシャリアが、個人の身分に関する問題についてのみ適用される。シューシャリアが刑法を含む。 司法制度全体に適用される州ナイジェリアでは2000年頃から北部の12州でイスラム法が導入されているが、イスラム法では、婚前交渉、婚外交渉、貫通罪に対する無知打ち刑、既婚者の場合は異臭打ちによる死刑、窃盗罪に対する主婚切断刑などのハット刑を定めている。イブラヒムが人権擁護活動に取り組むようになったのは、こうした イスラム法に基づく3つの訴訟事件がきっかけであった。2000年のバリア・イブラヒム事件、2001年のサフィア、不正二事件、そして2002年のアミナラール事件である。混然交渉により出産したザムファラ州に住む32歳の女性バリア・イブラヒムが、無知打ち180回の刑の判決を受けた事件では、当初は無知打ち100回を休刑されたが、彼女が合姦を受けたと主張する。 相手の男性が、合姦者は、自分ではなく、別の男性だと主張したため、偽証罪で80回の無知打ちを追加された。ザムファラ州は2000年に1月27日、ナイジェリアで最初にシャリアを導入した州である。イブラヒム弁護士は、最終的には無罪を獲得することができなかったが、無知打ちは100回に減刑され、刑の執行は、子供が離乳するまで延期された。ところが、 バリア・イブラヒムは、離乳前に、公開鞭打ち刑に処された。これについて、ザムファラ州政府のバシル・サンダ報道官は、鞭打ち刑の判決によって巻き起こされた国際的な、論争に終止符を打つためであったと説明した。ザムファラ州知事代理のマフムド・シンカフィは、バリア・イブラヒムは鞭打ちにより、打撲症を負った程度で、大した怪我ではない、刑執行直後、 アンダーにこの刑を受けたことを感謝し、徒歩で帰宅し、村に戻った時には、非常に満足していたと語った。人権用語団体は、州政府とシャリーア法廷による、この違反に衝撃を受け、抗議した。ムスリムであるイブラヒム弁護士は、イスラム法自体に抗議しているわけではなく、むしろ、イスラム法により、ナイジェリア社会の精神性が保障されると考えている。 彼女が抗議しているのは、この事件に見るようなイスラム法の乱用である。翌2001年に担当したサフィア夫妻に事件は、そこと州の小村トゥンガルトゥデュに住む35歳の女性、サフィア夫妻にが離婚後、父親の友人である60代の男性との関係により出産し、貫通罪に問われ、同年10月にイスラム法の導入を初めて、石打ちによる死刑を言い渡された事件である。 当初は合姦とされたが、合姦であっても、婚外交渉であることに変わりはなく、貫通罪が成立する。バリア・イブラヒム事件と同様に国際的な論争を巻き起こし、アムネスティ・インターナショナルはいかなる国の宗教や法律をも尊重するが、死刑、苔刑、切断刑、投石刑など、拷問や非人道的、屈辱的扱いを伴う懲罰に対しては、 無条件で反対するとして、サフィアを救おうというキャンペーンを開始し、35万人の署名を得た。2002年3月中旬に行われたバルセロナ、欧州首脳会議でも、EU 各国はナイジェリアで一人の女性が、投石刑に処されるかもしれないという情報を得て、非常に遺憾に思っていると、不採にを支持する声明を発表し、ナイジェリア政府当局に対して、あくまでも、 人権と人間としての尊厳を尊重してほしいと、寛大な処置を求めた。オルシェ軍おばさん女大統領も夫妻にの運命に懸念を表明したが、支援活動を積極的に支持したわけではなかった。2003年に大統領選を控え、当選にはイスラム法を適用する北部州の票獲得が不可欠であったからである。イブラヒム弁護士は、2002年3月25日に、 行われた、控訴審で無罪を獲得した。そこと修行疎院は、不イニの貫通は、そこと週に、シャリーアが導入される前のことであり、かつ、サイニの証言がイスラム法による、貫通罪の重大さについて、十分に知らされることなく、行われたことを理由に、シャリーア法廷の一審判決は無効であるとした。サフィアサイには2004年に、 イタリア人作家ラファエレ・マストとの連名で、この間の経緯を語った著書を発表した。2002年に、同じように離婚後の出産により貫通罪に問われ、石打ちによる死刑判決を受けたアミナラワルの事件はさらに大きな反響を呼び、全世界で抗議の声が上がった。カチナ州フントゥアのシャリアーア法廷が、控訴審で第一審の死刑判決を指示し、 高訴棄却判決を下したからである。傍聴席から一斉にアラーフ・アクバルの声が上がった。これに対して、フランスでは、反人種主義、諸民族間友好促進運動の会長が、このように野蛮で中性的な判決を下した、ナイジェリアを国際社会から追放すべきであると訴え、フランス人権連盟のミシェル・トゥビアナ会長は、このような慣習に抗議するよう、 アフリカ連合に呼びかけた。ローマに本部を置き、全世界で死刑廃止運動を行っている、ハンズオフ会員など、他の人権擁護団体も、オバサンジョ大統領に介入を要求した。また、人権活動からに限らず、例えば、2002年11月30日に、ナイジェリアの首都アブジャで開催される予定であった、ミスワールド大会の各国代表者の多くが、 アミナラールの死刑判決に抗議して、欠席を表明、またはボイコットを呼びかけたため、アブジャでの開催は中止され、12月2日にロンドンで行われることになった。米国では、オプラ・ウィンフリーがトーク番組でアミナラールの命を救えるかと題する特集を組んだ。最終的には無罪を獲得したが、イブラヒム弁護士は、判決は、被告の 告白に基づいているが、アミナラワルは法廷で、あなたはこの子を出産し、しかも結婚していないのかという問いに、はいと答えただけであり、これは告白の定義から外れる、ハディースにおいてもスンナにおいても、これは告白とはみなされないと主張した。また、イスラム法に照らしてみても、アミナラワルは裁判への弁護士の立ち会いを求めることができるが、そのような機会は、 一切与えられなかったという。イブラヒムはこれらの事件をすべて無償で引き受けていた。また、女性だけでなく、窃盗罪に問われ、主婚切断刑を言い渡された未成年者の場合なども同様である。これは、被告が皆貧しい家庭に育ち、弁護士を立てる費用がなかったからである。これまでに無償で引き受けた訴訟事件は150件以上に上る。 彼女はこうした功績により2005年に欧州議会による思想の自由のためのサハロフ賞を受賞し同年3月にイタリア共和国功労勲章カバリエーレ翌2006年にパリ市から名誉市民の称号を贈られた2000年には女性として初めてナイジェリア弁護士会の全国広報長官を務め2002年 反アフリカ弁護士連合の検証の起草に参加した。イブラヒムはこのほか国連開発計画、ナイジェリア欧州連合委員会、代表部及び国境なき弁護士団の顧問を、務めている。グッドラック・ジョナサン大統領は、西欧式のヒースラム教育を認めない、ナイジェリアのサラフィージハード主義組織母子、ハラムが2014年4月に276名の、 女子生徒を拉致した事件を受け、同年5月、イブラヒムを事実調査委員会の委員に任命した。2017年、ムハンマド・ブハリ大統領は、ナイジェリア軍による人権尊重の義務遵守に関する調査団を結成。イブラヒムを団員に任命し、2018年2月に調査報告書の提出を受けた。イブラヒムは教育研究分野でも国際的に活躍している。 ハーバード大学進学大学院、イエール大学、ローマ大学などの客員研究員を務め、ラドクリフカレッジ、ハーバード大学人権プログラム及びイスラム法研究プログラムのフェローシップを受けて研究に専念し、2013年に著書、シャリーア法の執行、シャリーア法廷で正義を勝ち取るための7つの戦略を発表した。ハウは、イブラヒムは、 ナイジェリアの将来にとって重要なのは女性の教育であると繰り返し主張している。ありがとうございます。